今回紹介するアルバムはこちらです。こんな感じですね。フリーライフという、グループのアルバムですね。あと下にシールが貼ってあるのはこれ、一応プロモーション用のレコードということで、販売前の試聴版っていうんですかね、そういうものだと思いますけれども、ですね、結構、ファンクな感じの楽曲が多いのかなと思いますね。ちょっと調べてみたところは、ですね、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのフィリップ・ベイリーがプロデュースしたというふうに書いてありまして、これグループなんで人数も多いんですが、裏面に、メンバーの写真が載っております。9人ですかね。そうですね、9人のグループですね。なんか70年代の後半ですかね。アース・ウィンド・アンド・ファイアーとか好きな方には、ハマるのかもしれませんね。また、気になる方は音源探して聴いてみてください。ジャケットもなかなか凝ってましてですね、こういう、なんていうんですか、ジャングルの中の、景色というかイラストですね、動物がいたりですね、なかなか、ちょっと珍しいのかなとは思いますけども、フリーライフというグループのアルバムです。はい。それでは、また次のアルバムを、紹介したいと思いますので、またよろしくお願いします。